私らしさってなんだろう。いつも探していた。何をすれば気づくことができるのか。誰に会えば教えてくれるのか。どこに行けば見つけることができるのか。毎日毎日手探りで探しても、これだって思うものが見つからないし、他の人を真似してもピンとこない。だからとりあえず今の自分を認めて、今をとことん楽しもうと決めてみた。そうすると不思議とやりたいことが見つかって、私の中で何かが変わり始めた。まだまだ答えは見つかりそうもないけど、でも一つだけ分かったこと、それは私らしさって他を探しても見つからないのかも。答えはいつも自分の中に。